ご視聴ありがとうございます。ゼルダの伝説ティアキンの2周目のシナリオを進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本日もですね、竜の涙を引き続きやってまいりますが、今回で竜の涙がね終わりますので、よろしくお願いいたします。今ですね、これはですね、ポプラ大地の眺望台から、ハイラル湖ですね、ハイラル大橋があると思うんですけど、それをまたいで、行ったところになります。で、この場所もすごいわかりやすいんで、ここですね。はい。いやいや、左の真ん中辺にあります。はい。で、もうね、封印戦争がね、始まっちゃいましたというところの次の話ですね。ね、もう皆さん戦ってるって感じですね。これハイラル人が戦ってるんですね。で、おそらくここの場所はどこなのかって言いますと、これ私の推測なんですけど、忘れ去られた神殿、あそこだと思いますね。ちょっともう一度、これはね、ちょっと、別の時に、次回の動画で、ちょっと場所を確認しに行こうと思います。あれがソニアさんのお墓なんですね。ちょっとね、場所を確保しに、確認しに行きましょうね。ちょっとね。まあ、いよいよね、ちょっとね、ストーリーを進めていこうかなというふうに思いますんで。地下で眠っていた男でした。この話まだしてなかったんだね。それで奇跡により変貌したカノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。ついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。カラッカラでしたけどね。ね、干物ですけどね。干物とか乾かした感じですけどね。それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。そうですね、おごりにより生まれたっていうのはね。そして何よりも私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を落としてもな。素晴らしい王ですね、本当ね。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。マスターソードのことを大魔の剣っていうその名称をちょっと一瞬忘れてましたね。あれ大魔の剣なんですよね。そうだ。今はここにいてくれるゼルダ。私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。まあこれがね、結果としてね、本当意味があることになりますんでね。はい、というわけでね、私が来た意味っていうのをね、ここでちょっとゼルダさんが考えるということになりましたね。私何気にね、ここの風景好きなんですよね。結構好きな方多いんじゃないですかね、ここね。ほんと湖があって、ハイラル城が見えてっていうね、ハイラル大橋もあってね、なかなかね、いい景色だと思うんですよね、私ここね。あとね、あ、そうですね、コログですね。
はい、コログはこのここの石のとこにねいますね。はい、これがね、なかなかね、坂のギリギリのとこにあるんですけど、これがコログですね。はい、取ってください。はい、持ってください。はい、33個も溜まってますね。ちょっとね、危ないんで、ポイしましょう。はい、ポイ。はい。で、これ、ハイラル大橋のとこですね。はい。場所的には非常にわかりやすく。これちょっと、望遠鏡でも見れないんですけど、あそこにはグリオークがいますね。火炎のグリオークがいますんでね。お近づきの時はぜひお気をつけください。はい。で、あと、ここはね、深穴もね、近くにありますよね。はい。というわけで、じゃあ、ドイプラン遺跡に飛びます。うん、ここはね、非常に私、景色としてはね、非常に素晴らしい、美しい風景だなと思いますね。ドイプラン遺跡もね、なかなかいい場所ですけどね、雨降ってますね。まあいいでしょう。はい。じゃあ行きましょう、早速ね。まあ本当ね、雲をね、抜けて、この上空までさらに飛ぶってことですね。はい。で、これね、もう見えてますけど、刀のあれですね。これいわゆるタイマーの剣、ね、まあ、マスターソードですよね。が、この地上絵になってる場所になります。非常に近いんでね。まあ、ドイプラ遺跡からも歩いていけるんですけど、まあ、飛んじゃった方がね、まあ、楽ですので、まあ、この地上絵に関してはほとんど飛ぶのが楽です。全体的にね。まあ、ここまで来ちゃったら降りちゃった方が早いですね。ちょっと、はるかに軌道外れてますね。はい。はい。で、この先の方に行きます。これね、上から見ると平面に見えるんです。実はこれ、ちょっとね、段々になってるんですね。はい。ここが、もう先っちょのとこですね。剣の。剣先のとこが、竜の涙になります。これね、マスターソードに関する、あれですね、竜の涙になります。これもう戦いが終わった後みたいですね。どうにか封印はできたけれど、まあこれはね、各英雄のね、英傑じゃなくて賢者との戦いでね、もう描かれてるので、それ以上のことはやらないでしょうね。このままではあなたでも勝てない。はい、これなんかね、何か反応があったんですね。さあさあ、これで時の神殿にゼルダが行きます。これでもこの当時、時の神殿は地上にあったんですね。これ何らかの理由で空に飛んだんですね。空に上がってったんですね。これ本当何らかの理由なんでしょうね。ちょっとそこまでは描かれてないような気がするんですけど、そうですね、明らかに地上ですもんね。そしてですね、これね、本当オープニングの場面です。リンクがね、オープニングつうか最初の方ですよね。始まりの空島から出るときに、このマスターソードをね、過去に送ったってことですよね。まあどうやって送った原理はよくわかんないんですけどね。どうしてマスターソードが。リンクは無事。そうなんですよ。リンクはね、姫と一緒に過去に行ったわけじゃないんですよ。時を超えて私の元へ。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思う。マスターソードをね、復活させるためですよね。
私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。ここに繋がるわけですね。これいいね。あ、なんとなくこれでね、いろんなことが分かってきましたよね。で、マスターソードのお話が分かりましたね。はい。はい、いましたね。はい、白龍がね。はい、でさらに涙がもう一個。ものすごく分かりやすい場所にね、あの涙が発生しましたね。はい、これは祠のすぐ横ですので、これもすぐ行けますので、はいね。で、これ逆なんですね。すいません。これ逆です。あのね、おそらくね、今、なんだっけ、コログをね、探しに行こうとしてんじゃないですかね。あれ、逆じゃないね。今、合ってるんじゃないかな、方向。いや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 、合って、どっちだあれ、まあ、場所はね、あの、今、竜の涙の場所は確認しましたけど、これ、どっちだろう。いや、そんな大きく分かんないとこじゃないと思いますよ。あ、これちなみに祠のセンサーが鳴ってますけどね、これやってない祠がね、ちょっと近くにすぐ1個あるんですよね。それはね、ちょっとすいません、別動画にしていますんで、今回、あそこですね。なんですけど、今回はちょっとこの動画ではちょっとね、すいません、行っておりませんので。はい、ここですね。ここがコログです。そうでしたね。このもう竜の涙の終盤に来て、このね、コログがやったいなとかっていうとね、のんきな感じがしていいですね。はい、というわけで、はい。ギミミカの祠っていうところがすぐ近くでした。もうほんとすぐ近くです。ここはね、絵がありません。はい、もう純粋に竜の涙を見るっていうことになります。さあ、これがラストの竜の涙になりまして、先ほどのね、ゼルダのシーンの続きになりますね。まあ、一応ね、傷がつくっていうのが分かりましたね。我が正気で砕ける刃では、こいつカラッカラですよ。カラッカラなのに動くんですよ。一応なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなる。怖いですね。マスターソード相手に合わせてどんどん強くなるってことですよね。力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。奇跡を飲んだ者は調整不老の竜となり、英語の時を手に。これどういう風に捉えたらいいんですかね。ゼルダはだからもうこれ永遠の命を手に入れたんじゃないですかね。ミネル様、よろしくお願いします。で、ミネルさんがこの中入りましたね。で、お預け。
どれぐらいの期間で、ね、預かってくれてたんでしょうね、ほんと。ねえ、マスターソードこんなボロボロになっちゃってね、もう。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せ。どんぐらい時間かけたんでしょう。本当この期間を知りたいですね。これでかいよ。こんなの飲み込める普通。英語に戻らない。私無理ですよ。よく薬をねガンガン飲める人っていますよね。あれ尊敬しますね、水なしの。僕ダメじゃん。もうバファリンでさえ飲むの大変なんですからね。バファリンってちなみにでかくないですか。もう泣いちゃいますよね、あんなでけえ薬。間に合ってよかったよね、これね。マスターソード持つのがね。ね、これで竜になりました。ね、白竜だから、ゼルダは白竜ですね。もうそんなことはね、もう皆さんご存知だと思うんですけど、白竜です。これだからだいぶ前に、もう相当昔にこの竜の涙っていうのは落ちていたんですね。でこのタイミングに合わせて、まあ、地上絵が出てきたっていうことなんでしょうね。でね、はい、そういうわけですね。白竜飛んでいきました。これ相当上空なんですよね、だから最初の時点ではね。で賢者が見守ってますね。だからもうこの時点でゾナウ族はもうゼロ人なんですね。ミネルもいないわけだし、要するに魂だけの存在になったということですね。はい、でここで姫静香が咲いてますね。まあ姫静香といえばゼルダですね。これ姫静香の産地になっちゃいましたね、これでね。これずっと咲いてんのかな、このイベントの時だけ咲いてんのかな。なんかこの時だけっぽいですけどね、なんかね。はい、でこれで白竜がもう、まあこれ私の場合、デクノキ様のイベントをやってるんで、もうすでにね白竜の高度下がってるんですけど、デクノキ様のイベントをやってない場合は、これがきっかけで白竜が高度を下げてきます。それまでね、高度高いはずなんですよ。すっごい高い位置で、ゾナーギア使わないといけないような高さだと思いますんでね。全然いけないわけじゃないんでね。じゃあそういうわけで、マスターソードをちょっと受け取りに行きましょう。これなんかね、さっき反応があったってことは、もしかしたらそこは、あれですね、産地になってるかもしれないですね。姫静香のね。はい、じゃあ行きましょう。そんなにね高い位置にはいないはずなんで、いるはずですよね、この近くに。さっきいましたもんね。あ、いましたね。はい、じゃあ、あれちょっと遠いかな。パラセルで行けない、ちょっと距離ありますかね。あ、ちょっと距離ありますね。ちょっとそうですね、空飛ぶ兵器使いましょうかね。兵器通過ね、
ちょっとゾナウギア使いましょうか。あそこにね、ブロックゴーレムいますけど、あれは多分倒してますね、もうね。たまに、そうだ、ブロックゴーレム強いのいませんかね。僕なんか、この前ブロックゴーレムで久しぶりになんかダメージ食らっちゃいましたから、ね、ドカンと。はい、ここはね、なんかこういうね、乗り物がね、あるんですよ、もう。ね、誰か用意してくれてるのか知りませんけど。ありがたいですよね。そう、なんかね、スターウォーズ的な乗り物があるんですよね。で、ちょうどね、この白竜なんですけど、眺望台を巡って飛んでるような感じなんで、白竜の素材が欲しい方は、眺望台を何回かあちこち飛んでると、どっかかしらにいるんじゃないかなと思うんでね、これちょっと情報としてお伝えしておきます。で、今ちょうど着ているリンクの、今ちょうど着てねえや。着てないですよね。あ、着てるかな？この英傑の服ありますよね、新式の。これ確かね、白竜の素材が必要になると思うんで、白竜の鱗とかね、牙とか、あと角ですか？がなんかがね、必要になってきますんでね。はい。ここですね、白竜です。ゼルダ姫なんですよね。まあゼルダ姫っぽい色してますからね、やっぱね。はい。で、この白竜が光ってる時はね、素材が取れますんで、まあ、今回はマスターソードを取りに行くという仕事になります。はい、掴みます。これはね、体力が必要ですね。体力がね、2周ぐらいあると大丈夫ですね。まあリンカも3周ありますけどね。まあ、このリンクはもうすでにもう頑張るメーターがね、マックスですので問題ありません。うわーみたいな感じになってますね。これちなみにね、マスターソードを取らないまんま、なんかその最後のね、ガノンドルフに行くと、最後この白竜がマスターソードで現れるらしいんですよ。もう動画になってますんでね、もう皆さんご存知かもしれませんけど、どっちにしてもね、最後は受け取ることになるんで、まあそれはタイミング次第です。うん、全くない状態でクリアするっていうことはないみたいですね。いらねえよマスターソードなんてつってね、もう普通の剣でいいんだよとかっていう人も中にはいるかもしれませんけど、まあ最後はやっぱりマスターソードですね。ちょっとね、ちょっとシーン忘れてたんですけど、まあそんなにこのシーン変わらないと思うんですよね。ただまあ今回は受け取りですので、はい、抜く。ね、綺麗になりました、マスターソード。まあ、早速使いましたけどね、ファントムガノン戦で何回か使いましたけど、まあ、やっぱり使いやすい剣ですね。やっぱりなんか刀って感じしますよね、なんかね。はい、ゼルダ姫が頭に乗っかってね、剣を受け取りました。リンク、リンク、これね、ゼルダ姫がね、この人型に戻ったわけじゃありませんよね、これね。マスターソードは魔王、これまさにね、今回のゼルダ姫のね、アミーボになってますんでね。新作アミーボに。長い眠りがこの深い傷を癒し。あとあれですよね、外国の YouTuber の方で、このゼルダ姫のコスプレしてる人がいましたよ。やっぱすごい完成度ですよね、ほんと。マシャマタ似てる人なんですよね、ゼルダ姫にね。おお、すごい完成。まさにこのシーンですよね。これやってる人いましたよね。最後の希望、すごいなと思いましたよ、あれは。どうか
剣が未来のあなたに届きますように。この未来がどんぐらい先の未来だったんでしょうね。本当もうそれが気になって気になってしまわないですけど、かなり先ですよね、本当ね。はい、というわけでですね、マスターソードが戻りました。うん、まあ本当ね、マスターソードは使いやすいですね。ぜひこれもね、お早めに取り行くことをちょっとおすすめですね。ファントムガノンなんかこれでやっぱ戦いやすいんでね、ぜひお使いくださいということで、これで、マスターソードとか、この竜の涙系のイベントはこちらで以上となりますので、はい。で、ここでね、時の神殿に降ろされます。はい。で、なんか、ついでにね、竜の素材、白竜の素材取ろうかなと思って、ちょっと気持ちの準備してたんですけど、それはちょっとできませんでしたのでね。はい。というわけで、竜の涙とマスターソードをね、受け取りに行く、ストーリーをやらせていただきました。というわけで、本日の動画はこちらで以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。ありがとうございます。